これちょっと余談で、あの、なりとなんですけど、うん、なんかこう、国会とかの予算委員会とかに見ると、本当に予算を審議しているかというかは、なんかスキャンダルがついたり。癖はそういうことないですか。もうね、やっぱり国政と国政ってやっぱり違うんですよね。本当にまずはね、自民党本当に恥ずかしいですよ。もうね、やっぱり僕らみたいな末端のね、区議会議員ね、まあ僕国会議員だから上とかね、区議会議員だから下とか全然そう思ってないんですよ。ただね、やっぱり国を支えていただいてるね、国会議員、ね、選挙の時は僕らも一生懸命手伝ってますし、そういう人たちはやっぱりね、常に襟を正してほしいですよ。恥ずかしくてしょうがない。与党とスキャンダルに対してこう戦わせる用議員みたいなね、そのため専用のね、それ以外に何やってるんだろうって、ね、文献部の予算委員会はね、真剣ですよ、うん。まあ、でその中でご遺産はどんなコメントまあ、さっきもちょっと違って話しましたけどね、やっぱり学校の作り方